はいじゃあよろしくお願いします。どうもハイチーです。では、えー、今週はですね、目標達成のポイントということで、これで喋っていこうと思います。で、先週の動画、まあ、先週だけじゃないですね。毎週月曜日に投稿してる動画でも、目標を決めてやっていこうぜって。この夏が勝負だぞってね。まあ、受験生だけじゃなくて、普通に1年生、2年生とかだったら、自分を変えたいって。ダラダラしちゃってる、うまくいってない、噛み合ってないって思う方が変えるチャンスはここなんですよ。 だからまず目標を掲げてねっていうのも先週とかも話したんですが、でもいざね、目標を決めるじゃん。じゃあ、それを達成できるかっていうと、達成できないことのが多いんですよ。これは学生だけじゃなくて、大人もそう。みんなのお父さんお母さんもそうだよ、きっと。申し訳ない。巻き込んで。でも、達成できなかったことのが絶対多いんだ、人生。でも、目標を達成すると、やっぱりそこから得られるもの。もう知識とかもそうだけど、一番多くは自信だよね。 自分に対する自信っていうところはやっぱ目標達成から得られるものが大きい。じゃあ、目標達成するために今回7個にまとめました。本当はもっとある。もっとあるけど、7個にまとめたのでよかったらね、最後までお付き合いください。そして、今回ね、この月曜の動画は学生だけじゃなくて社会人の方とかも見てくださってるので、もし過去を振り返った時に目標達成のポイントはこういうことやってましたよ、みたいなのがあったらぜひコメント欄の方に書いてみてください。 では、えー、今回ね、長くなります、きっと。長くなって、編集入れません。ノーカットでいきますので、あの、1.5倍速とか、2倍速いけるかなちょっと聞き取れるかわからないけど、まぁ、あ、1.5倍速とかもうまく使ってね、見てみてください。で、えまずね、この7項目、行く前に、このサイクルの方が大事です。ここをまず押さえて、ごめん。そのサイクルを回すためには、どうすればいいのっていうのをまず、えっと、覚えてほしい。で、このサイクル3つに分けたんですけど、まず設定です。 これは目標設定するっていう。まあ今冒頭にも話したね。目標を決めてくれと。決めなきゃ目標達成できないからね、当然。じゃあ次です。次何かっていうと、本当はね、本当は、プロにするか。この間に目標を掲げたらさ、当然それを実行しなきゃいけないよね、目標を。だから実行が入るんだけど、えっ、ー、と、まあそれをすること前提にしました。すること前提。じ実行しました。で、ここで差がつきます、まず。まあ実行でも差がつくんだけどね。 設定したもの、で、実行したもの、それを継続できるかっていう。まあ、ここよね。だって最初はできんだよ、みんな。勉強頑張ろうと思って3日とか頑張れる。でも多くの方が3日坊主で終わってしまったり、1週間、2週間で心が折れてしまったりするわけですよ。だから継続できるのっていう。で、その次です。継続したら何が大事か。これは特に中学生が意外と抜けるイメージがあります。えー、実感です。 これ何かっていうと、ちゃんと書くと成長実感って自分よく言うんですけど、自分が成長できてるかどうかの実感が必要。じゃなきゃ、もう一回継続できないよね。だって自分が勉強したり、まあスポーツで練習してもそうだけど、例えばレン、スポーツ練習して実力が伸びてるっていう実感がなかったら続けられないっしょ。なかなか。だから、実感があることによって、また継続できるんよ。ここがぐるぐる回り出す。 で、これを回りながら、この目標設定って正しかったのって。もう一回見直す必要があるんじゃないって。見直すね。まあそういうタイミングももちろん必要です。見直す。これもね。あるけども、基本的には設定して、継続して、実感して、継続して、実感して、どん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 自分のレベルを上げていくっていう。これが大事です。で、さっさとこっち行けって思うかもしれないんだけど、ちょっとどうしても言いたいことがある。あのね。 まず、先週の、まあ、先週だけじゃないけど、まあ、自分の動画じゃなくてもいいけどさ、見ていただいて、みんなが目標を掲げろって言うわけよ。基本的に。目標なんてなくていいよって方なんてレアだからね。じゃあ目標設定しろって言うじゃんか。みんなその動画ね、なんか見たとするじゃん。掲げました。例えば自分の先週の動画とか先々週の動画とか見てくださってて、掲げました。実際。7月これやるぞ、つって。で、この、まず話を聞きます。いいじゃあ、話を聞く。ここでじゃ100人いたとしましょう。 100人ね。じゃあ実際に目標設定するのが何人いるかっておそらく俺半分だよこれはもう。いい。設定するだけでも半分削られるから。聞いて満足するから多くの方が。で、設定します。こっから今言った実行だよね。実際にやるのは多分またこっから減るから。30人ぐらいに。で、こっからよ。さっき言った、えー 分かれ目の継続ね。これはまあ多分5人ぐらいでしょうね。100人いたら。だからこれぐらい減ってくんだよ。まあ、この動画が何,何回再生されてるかわからない。もし1万回、ね、再生されたら、まあ、1万人見てるわけじゃないだろうけど、1万人いても残ったのは500人だけなんだよね。それぐらい削られてくる。で、これをもっともっとね、さらにどん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 継続できるのは、まあ1人か2人だろうね。きっと。もしくゼ0人かもしれん。そのグループによっては。 ってぐらいに、みんな周りしねえぞ。実際に。この話聞いたの。聞いてもね。だから、差をつけるチャンスなんだって。それだけ。もちろん辛いよ。これするには。この目標達成するのも辛いし、楽じゃないし。でも、それだけ、こんだけね、母数がいてもこれしか残らないから、差をつけたいなら本当にこの夏っていうのが言いたかった。いいかなじゃあ行きましょう。右ね。じゃあまず目標設定のところ、ちょっとね、アドバイスしていきます。これ1番、2番のとこなんですけど、 えー、ワンデー目標。これワンデーっていうのは、例えば夏休みだけじゃなくてね、今日はこれをやるぞって決めてください。もちろん、大きな目標があるんだよ。夏休み終わるまでにここまでやるとか。まあ、さっきで言うんだったら、7月までにここまで終わらせるぞって決めたら、じゃあ、7月をここまで終わらせるためには、えー、今週ここまでやらなきゃいけない。 えっと、どんどん細分化していくの。ね。今週はここまでだ。じゃあ、今週ここやるためには、今日は何やらなきゃいけないっていう目標を掲げていくわけだけど、え、ワンデー目標っていうのは、基本的に2段階で設定してください。えっとね、これ、ボーナス、えっと、ゲームというか、ボーナスタイムみたいなのもある、あっていいんだけど、よく自分が目標は70%にしてって話をします。70%。つまり、3割をカットします。英単語、今日100個やるぜ。 って決めた方は、えっ、ー、と30、30%カットするんで70個に減らしてください。これは確実に目標を達成させるためです。い、なんか減らすことってさ、嫌な悪いことって思うかもしれないけど、無理をして達成できない方が自分へのダメージがでかい。例えばさ、7えっ、ー、と、100って設定するじゃん、目標。100って設定して、で、えっ、ー、と、100って設定したんだけど、達成できなくて70までしかできなかった方。 と、最初から70って減らしておいて、70達成した方。同じ70なんだよ、やったのは。だけど、目標を達成できなかった自分と、減らしたけど、ちゃんと目標を達成できた自分っていう自己肯定感が変わる。だから、最初から減らしてください。いで、これね、例えば、そのでも100%の方もね、ちゃんと意識したいっていう方は、1段階目を70%にして、2段階目を100%にすればいい。 一個あって2段階設定するの。70%は絶対達成しなきゃいけない。で、70%終わった時にさ、あれって、まだ今日時間余裕あるなとかさ、勉強終わった時に、あれまだ今日いけるかもしれないみたいなゾーン入ってる時ってあるじゃん、勉強してると。そういう時は行けばいいんだよ、こっちまで。でさ,さらに100%終わっちゃったらもっと持っちゃえばいいんだよ。でも基本的にはこうやって2段階設定して、絶対こっちは達成させんだぞっていう風にしてあげるといい。 で、あとね、ちょっと後の話に繋がるんで、まだ言わないんだけど、これをしておくと、この6番でね、いいことが起きますので、ちょっと先にね、矢印書いておくわ。ここね。で、関わってくる。まあ、あ後で話すね。で、志望校。これはまあ受験生だけの話なんだけど、一応ね、受験生見てる方多いので、志望校の目標は3段階で設定してください。3段階。で、これは、えーと、まず安全ですね。 いや、もう大丈夫っしょっていうところは、一応持っといた方がいい。これは大学でも高校でも。で、その次。あ、これ入んねえわ。<laughs> ごめん。よいしょ。頑張れば、まだ足りないと。ね、偏差値がいくつかわからんけど、まあ5とかね。足りないけど、頑張ればなんとかなるかな、みたいな。で、ここは、いや、ちょっと、み、は、たいな。 いや、頑張ってもちょっときついんじゃないかなっていう気持ちが出ちゃうような、まあチャレンジ校ってやつだね。で、これは3つ決めた方がいいです。基本的に。決めた方がいい。あのー、安全校だけとか設定しない方がいいよ。もちろんこの、いや、ちょっとって、私はここしか見てないんでっていう。まあ、それは気持ちは大事。それはいいんだけど、そういう気持ちを持っておきながらも、絶対3段階で設定した方がいい。いい。で、これをね、ちゃんと意識しておくと何するかっていうと、いっぱい調べ始めます。 高校のことも大学のことも。だって設定しなきゃいけないんだもん、3つ。だから偏差値も調べなきゃいけないし、校風も調べなきゃいけないっていうことが起きるので、ね、もしかしたら今の段階でここしかもう眼中にありませんって方もいるかもしれないけど、周りはいっぱいあるぞ。特に大学なんてね。いいかいだからいっぱい調べてください。そしてこうやって3つ設定していくって。で、なんで3つ設定していくのかっていうのが2番につながってて、ほにゃららを目指す。これは120、120%を目指してください。 これね、ちょっとね、あべコべのこと言ってるんですよ。で、多分それ感じた方もいるかもしれない。何かっていうと、ここね、あって、ワンデー目標削れっつってんだよ。なのに120%目指せて、どっちやねんってね、感じがするかもしれないんですけど、これは、大きな目標。特に今、志望校とかイメージした時にこれがいいんですけど、例えばね、例えばよ。えっ、ー、と、頑張ればここまででいいと。じゃあ、これが偏差値、えっ、ー、と、じゃあ、60の学校にしましょう。じゃあ、これ、じゃあ、70で、わかりやすく50にしようか,か。50、60、70にしますね。で、 このさ、いや、ちょっとっていうところを設定しておりませんと。で、頑張ればいけっかなーって。で、まぁ、あ、60欲しいなーつって。で今がじゃ55とかにしよう。偏差値ね。あと5じゃん。ねで。頑張れば届くかなーって思うじゃん。で、ここの60を目指してしまうと、よくて60。60を目指してるのに、65になることはないですね。基本的に。つーか、60を目指すじゃないですか。ここのラインに、 届く人のがレアです。だいたい届かないから。60、ここがね、頂上だと。山の頂上になってると、だいたいこの辺で止まる。つまり58とかかな。よくてね、よくてここで止まります。だから何が言いたいかっていうと、絶対この大きな目標に関しては100、100%、ここが目標かもしれん。でも、それを100%を目指すんじゃなくて、もっと上を目指す。 この、いや、ちょっとまで行かなくてもいいよ。もしこれが、ガンブと、偏差値60の高校が第一志望、ここがもう一番行きたいところってなったとしても、だったら、だったら、もしで65ぐらい目指してみ。いい。安全に60に入れるぐらい。もう、自分の中で洗脳するの。60ね、あと、取れば大丈夫って思っちゃうかもしれない。違うと。私は65を取らなきゃ、この高校に入れないんだって。 そのぐらいの気持ちを目指してください。100%やったらそこまでしかいけねえぞ。絶対。人の成長って面白くて、と、それよりね、とっつき抜けることってないんだよね。だから自分の頂上をもっと上に設定してあげる。いいかいそれはすごく大事。この気持ちは。だから志望校を3段階設定するの。こうやって。上を目指さなきゃ。いいかいで、上を目指して、 ね、ヘンに70目指してて、65までしか行かなかったと。70目指しててもね。でも65まで行ってればどっちも選べんじゃんね、選択肢はいっぱい広がっていくんだから。だから目標は高く設定する。そして高く設定するけども、高すぎて、えっ、ー、と、本、えっ、ー、と、本心。本気じゃないものは目標じゃないからね。このバランスが難しい。確かに。いいだから、ヘン値たちが今30の子が東大って。まあ受かるよ。俺の友達もさ、ヘン値たち35でさ、二浪したけどさ、受かったやつがいるんだよ。やすげえ努力したんだ、あいつは。 だけど、それを本気で思ってないのはただの口だけだからね。だから本気であること。これが必須条件です。いいかなまあ、この辺セットで。これがま、目標設定のところ。いいじゃあ次、ここから継続、実感ね。まあ、この辺の、えー、このサイクルをうまくね、ぐるぐる回すための、えっ、ー、と、こだわりじゃねえや、ポイントをね、話していきます。で、3番、えー、計画と目標をほにゃららすると。これ何するかっていうと、 え、計画とか目標は貼ってください。貼るんです。ね、これは正しく言うと、目に見えるところに常に置いておく。あのね、自分、あの、自分、あの、仕事机の前に、目標をいつも貼ってあるんですよ。あの、1月1日えっと、元旦か <laughs>。言葉出てこなかった。1月1日に、あの、1年の目標を掲げるんですけど、それを貼ってるんです、もう。目に見えるところに。それなんでかっていうと、人って簡単に忘れっからね。 例えば、先週ね、動画を見てくれて、目標を掲げた方、まあいらっしゃると思う、この中にも。今さ、何も見ずに言えるかい、それ。目標。なかなか出てこねえぞ。人っていろんなことがある。毎日ね。みんなも学校行ったら嫌なこともあるじゃんか。いろんなストレスにあってるんよ。いろんな刺激を受けてる。だからね、すぐ忘れちゃうんだよね。もちろん契約とか目標を口でパッて言える方はいいよ。もちろんいいんだけども、意識しないとそっちには行かない。そして、そっちに行く意識を持ってないと、それは本気ではない。 だから、そのためにもきちんと貼ってください。目に見えるところに。計画と目標をね。で、もし貼るのが嫌だったら、あ、これができる方はいいんだけど、結構自分の生徒でやってたのは、あの、スマホの待ち受けに、目標をこう、写メ撮ってやってる方は結構いた。で、これおすすめ。あの、ロック画面とかでもいいよ。だって嫌でも目に入るから。で、そのロック画面にしておくといいことっていうのは、 例えばさ、はぁ、あ、ちょっとスマホ見ちゃおうって思うじゃん。見ちゃいけねえと思ってんけど見ちゃうじゃん。その時にロック画面にその目標がパッてまず出てくるから、ストッパーになるんだよ。いけないって、ダメって。私この目標があるんでしょスマホ置く。みたいな。これ実際起こります。毎回じゃないよ。100発1 0 0じゃないけど、でも10回中3回止まってくれたら、そこってすごくいいことじゃんか。だからスマホの待ち受け、まあロック画面にね、するのはとてもおすすめなので、よかったらね、やってみてください。で、4番。行きましょう。次は誰かにほにゃららこれは、 えー、誰かに話す。これは何を話すかっていうと目標です。目標。これを誰かと共有してください。これはリアルな友達が一番いいね。本当はね。えっと、特に一緒に頑張ってる子。あの、モチベーションが似てる子ね。片方が勉強頑張ってるのに、片方が勉強全然やる気ないとかだと、話してもさ、ふーん、頑張ってねってなっちゃうじゃん。やっぱりね、一緒に頑張ってるっていう実感ってすごく大事なんよ。だからアプリとかでも流行ってるじゃん。その自分の勉強量とかをさ、シェアしたりとか。 で、それは、えっとね、全然顔も知らない方とかに、まあ、ツイッターとかで、SNS で、SNS で発信して、それでモチベーションになる方それでもいい、全然。いいんだけど、結構ね、やっぱりリアルな人じゃないと、続かないんだよね。影響があんまりこう、実感を得られない方も多いので、え、例えば同じ高校とか同じ中学で、同じように頑張ろうって、別に志望校同じとかじゃなくていいからね。べ、べ、と、勉強のレベルが違くても、一緒に勉強を頑張ろうと思っている方と話して共有する。で、人に話すと、 いいそこね、口に出しちゃったからやんなきゃって思うから。だって、有言不実行、かっこ悪いでしょ口に出したからにはやんなきゃって思うんだよ。まあ、自分の戒しめね、1個の。1個のロッ個をかける感じ。だから誰かに話して共有する。で、誰かの目標も自分で知っておく。それがいい。いいかなぜひやってみてください。これ家族とかでもいいからね。 で、そう、もしね、これ、ね、親御さん見てる方もいるんで、親御さんにちょっとお願いしたいのは、もし、えっ、ー、と、た、これを聞くと、じゃあ、子供ね、うちの子の、えっ、ー、と、目標を聞いておこうって思うかもしれないんです。でも、これは、お母さんも目標を言わないといけないです。さっきも言ったように共有するんです。一方通行じゃダメないの。だから、えー、お母さんも,もちろんね、家事とか、すごく大変なので、えっ、ー、と、家事とかを頑張るとかでもいいんですけど、何か数字の目標があった方がいいです。例えば、夏休み、この期間で、えー、料理のレパートリーを10個増やすとかでもいいです。 それを、えっ、ー、と、ちゃんと娘さんとかお子さんに伝えて、私はこれを頑張るからって。で、料理とか出すときに、これ1個増やしてみたんだって、どうみたいなことをやったら、あ、ママはさ、って目標立ってたことについて1個ずつ頑張ってるんだってなるので、頑張り合うことが大事です。いいですかここすごく大事。あの親御さんが一方通行で聞くだけで監視するみたいになっちゃうと、えっ、ー、と、意味がなくなってしまうので。よろしいでしょうかお願いします。では次5番ですね。もう今何分喋ってんのわ、20分。あ、頑張ります。<laughs> 次はですね、えー、記録するですね。記録する時間を確保する。で、これは毎日の成果。つまり目標をか、今、ワンデーのね、目標を掲げるじゃないですか。それを何をやったかっていうのを絶対メモする。それは専用ノートとか、まあ、計画表とかも売ってるから、それでも構わない。何でもいいです、それは。ただ、毎日やってることを目に見える形できっちり残してください。これが大事。で、一日の最後とかでいいです。 例えば最後で今日はえっと英単語何個やったとかって書きながらやったことも思い出しますよね。あの単語何だったっけあ、インタラステング、インタラステングと、あ、E 抜けるの危ないんだよねとかでも何でもいいんですけど、やったことをちゃんと記録する。そして思い出すっていう瞬間を時間をある程度確保してください。パパってやるよりはちょっと時間もけた方がいい。10分とか15分とか。いいかな。で、もしあの勉強ノート、まあ、いろんなね、パターンの使い方があると思うんですけど、 結構ミックスノートを使う方いると思うんですよ。あ、ミックスノートってあの科目分けないやつね。ノートこんなに厚くないけど許して。こうノートがあるじゃないですか。で、もし、まあ、例えば数学とかね、えっ、ー、と、物理とかね、関係なしにも全部混ぜてる方は、今日やったところを付箋とかつけておくといいです。で、次の日やったところをここの付箋、次の日ここってやっていくと、この厚み。 厚みで今日ここまで進んだ、ここまで進んだっていうのが見える。目に見える形で、これはま別にさ、えっと、成果とは言えないじゃん。なかなか。だって勉強をどれだけ頑張ったっていう、あと時間を頑張ったっていうよりも、どれだけ定着させたかっていう。覚えたかっていうのが大事だから、成果ではないんだけども、努力が目に見えるよね。こんだけ頑張ったじゃんっていう。だからそれは目に見えるから、こういうのも結構おおおお、お得じゃねえわ。<laughs> 言葉が、えっと、おすすめです。 で、ちなみに、ミックスノート、まあ、ミックスノートやってない方ね、えっ、ー、と、科目で分ける方も同じですけど、勉強ノートは絶対捨てちゃダメだよ。絶対捨てちゃダメ。それは、えっ、ー、と、受験が終わるとか、まあ高、中学から高校に上がるタイミングとかでは捨てていいんですけど、これだけやってきたんだっていうノートは絶対残してください。その受験とかが終わるまでは。その、最後、受験前日とかね、なった時に、これがめちゃくちゃ自分の背中を押してくれるから。この努力したものが。 いいかなまあ、こんな感じで、ま、記録するとか、こういう残すもそうなんですけど、記録する時間を確保してください。あと2つで、6番ね、さっきのこの、ここに関わるって言ったんですけど、小さなほにゃららを大切に。これはね、特に、えっ、ー、と、中学生ができない。<laughs> これです。じっと、小さなご褒美を大切にということで、あのー、毎日の努力の中で、ご褒美をちゃんと設定してあげてください。 それは、もちろんね、例えばアルバイトとかできないからさ、そのお金がかかるものは難しいかもしれない。ね、難しいかもしれないけども、あのー、例えば YouTube を見ていいとか、勉強これだけやったんだから、休憩時間こんだけ取っていいよ、好きなことやっていいよねっていう、そのご褒美もそうです。でもし、親御さんがね、見てくださったりとか、親御さんに協力してもらえるんだったら、プリンが好きだったらプリンいっぱい買っといてもらいな。 ね、買っててもらって、で、これだけ頑張ったら、冷蔵庫のあのプリン1個食べていいよとかでも構わない、それは。ね、任せるけども、ご褒美を設定してあげる。で、これを言うと、いつも帰っていくんだ。私はそんなに頑張れてないんで、みたいな。ちゃうぞ。それは絶対おかしい。もちろん、例えば、このね、100って、あまあ、70%パーか。70%パーって量を設定して、1%パーしかやってないと。だったらご褒美をあげられないかもしれない。もちろんね、そこまでいってないから。 でも、ある程度ちゃんと頑張れたんだったら、その対価としてご褒美は設定してあげる。それは大事です。モチベーションにもなるからね。で、さっき話したここの部分なんですけど、よくやってたのは、まあ、70%達成しても俺ご褒美あげてました。で、100%になったら、ご褒美段階もレベル上げます。だから、ご褒美もレベル2段階なんよ。して、して、設定してあげる。例えばさっきの休憩時間で言うんだったら、70%だったら15分休憩しか取れんけど、100%やったら20分、30分休憩してもいいんじゃないかって。それら任せます、みんなに。 みんなが嬉しい。自分が嬉しいご褒美を設定してあげな。いいかな。誰かに言うことじゃないから、え、そんなご褒美やってんのって言われるかもしれないけど、自分のことしか知らないんだからいいんだよ。いいかな。絶対設定して。これはすごく大事。で、7番最後でございます。ほにゃららのないほにゃららを持つ。まあ、このね、ほにゃららのないっていう言葉が入ってるので、気づく方もいるかもしれないんですけど、えー、根拠のない自信ですね。まあ、これは非常に難しいことを言ってるんですが、すごく大事です。 根拠ない自信。あの、いろんな生徒を見てきて思いました。根拠のない自信を持ってる奴は強いです。強い。ちなみに、俺はここはあんまり持てないタイプです。苦手。な、なん言い聞かせてるけどね。毎日。この YouTube やってさ、今150万人登録者がいてくれててって。もしかしたら、成功してる人間に映ってるかもしんないけど、俺毎日不安だから。毎日不安。 だけど、やっぱり自分のって、その自分が、自分なんてダメな人間だ、ダメな人間だと思って、こんな話しても伝わんないじゃんか。だから、根拠ない、自信を持って、俺なら大丈夫、絶対伝わる役に立てるって言い聞かせて取ってるんよ。で、それは大事。で、何か、みんなだったら何かっていうと、私なら絶対伸びる。私なら絶対目標達成できる。俺なら大丈夫って。言い聞かせてやんな。で、今ね、最初は言い聞かせかもしれない。言い聞かせかもしれないけど、ここが、ぐる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 回り始めたら、どん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 これ強くなるから。 ここ。これはね、約束する。だから、これをどれだけ回せるかっていう。え継続して、実感して、継続して、実感してってなっていくと、最初は、私なんてどうせ無理かもしれないと思ってた人間が、もしかしたら変われるかもしんないって思う。で、それ実感がね、成長してる実感をゲッ、ちゃんとね、得てね、記録してた、こんだけやってる、これだけできることが増えてるって実感できるから、継続してて、つながるつながるとつながると続いていくと、自分にとって、あ、 私もきっと変われると。あ、しかも成長できている。できること増えてるじゃんってなるから、どん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 これが本物になっていくから。いいかな。それは今すぐに変わることじゃないです。一番変わらないのはこれだから。一番、えっと、手強いというか、難しいとこではあるんだけれども、えっと、誰しもがここにたどり着けるものです。だって俺が変わったんだもん。それはすごく思う。いいかな。だから今回、ブワーって話してしまったんですけど、えっと、 何かを参考にしてください。もちろん全部参考にしてほしいんですが、何か自分に活かせることを活かす。そしていつも言うんだけど、丸々真似しなくてもいい。ね、これをアレンジしてくれればいい。大事なのはこのサイクルを回すことだから、継続して成長実感して、継続して成長実感するって、このサイクルを回すためには、自分にとって何が必要なのかなっていう考えるヒントにしてください。そうなったら自分はすごく嬉しく思います。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。 ぜひね、いい7月、そしていい夏休みにしていきましょう。ね、お互いに、俺も頑張るんでね、お互い頑張っていきましょう。では、来週の月曜にまたね、動画撮りますんで、そちらでお会いできたらと思います。今日はここまでです。以上です。頑張るよまた、ね、バビン